こんばんは、こんにちは、ゼロです。配送に向かう道ですね。ちょっとしんど、持ち歩いてきた。一旦こっから収録しようかなと思って、このカメラ固定する器具とかいろいろ買ったわ。スタビライザー付きのライトとかもまだ届いてないんだけど、車が通ってるみたいなんだわな。果たして今そこ行けるんかな。この季節やばいかもしれんな。草で入れんかもしれん。虫除けやたら降ってきたけど、最近ライブできてないからな。雑談しか。かゆい、ちょっとごめん。ライブやりたいんやけどな、なかなかね。だいぶ歩いてきた。なんかあるね。かいかいかい。ほんまこの懐中電灯持たな、こうやって持たなあかんちのがめんどくさい。スタビライザーさえ来たらね、固定できるんだけど。疲れた。だいぶ見覚えがある。前ねここバイクで行ったから、今思うたらね狭いからどうかなと思ったけど、夜だから行けた、行けたわ。普通にバイクで行ける。歩いてきちゃったよ。え、カエル、どこ行った？ここ、うちのヘビにちょうどいいサイズだな。でも持って帰れるのでね、今入れ物も何もないし。ちょっと待てよ、ここカエル取りにいいかもね。まあ今はそのカエル取りじゃないんだ。そういえば前の橋、廃墟に廃道になりかけの
前動画で撮ったやつ、最後川のところに石段が、石がすごい積み上げられた場所、なぜか最後の方だけ途切れてて、まあつなげてアップしたんだけど、止めた覚えないよな、ゼロバグったか。コメント欲しいな、こういう時。まあ廃墟の時はね、ずっとこれだったんで、これ生きてそうだな。ちょっとマジかゆい。無色スプレー大量に降ったんやけどな。歩いたぞ。何分歩いた今。収録して56分ぐらい。はい。なんかすごい。ラジオみたいなの流れてるんだけど、何？あれかな、泥棒よけの？泥棒よけのあれかな。ちょっとびっくりしたんやけど、いきなりラジオが流れてた。てか何気に夜来るの初めてかもしれんな。ここ前までここにまでバイクで来とった。こっちに行くんですよ、ね、すごいなラジオのこと。おい、2.5 で見な。これより先はストップレスって書いてあるんだけど、でもここまっすぐ行ったら稲川の道の駅に来るみたいだね。この池の向こう側にあるんですよな。これ以上行くなと言われてるんで、こっちには行きませんが、見えるかな。あれ、この池じゃなかったかな。この池じゃなかったっぽいね。もう一個の池か。かゆい。ああ、そういうことね。これより先は車両通行と、車両の方通るにはどう考えても通られへん、こんな。
誰だこんなとこ、こんな人、これゼロしか知らないところだったはずなんだけどね、 YouTube にも誰か来てるからね、今のところ一人だけ見たのは。一人の方だけがここに来てるのを YouTube で見ました。でも昼間しか行ったことなかったと思うね。あれ、こんなんだっけ。あ、こんなんだ、こんなんだ。ここまっすぐ行ったらバス停があるみたい。お風呂、こっからか、どう行こうか。見えてきた、あれだね。多分こっから行けるはず。えぐいなこれ。ちょっと待ってね。はい、こんにちは。いって、クモの巣やら木やらでこれなってる。でもあったね。えぐい。中には入んないんでね。前までこれも中入っちゃったんだけど、まず外から、外から移しましょう。こんな感じ。やばい。もう何がやばいかって、クモの巣と木、ヤブがすごい。まだ健在だな。この湖ね。これ何？コップか。かまど。
なんか出てきそうだよな。湖に囲まれた廃村です。噂的な場所ないからな。これ誰だ、これ火つけたの。よし、行かせ。牛がいるはいる。ぼやける。外来種です。牛がいる。ちっちゃい。こんなところ泳げねえな。もうね、水がどんよりしてる。色が変わって、いっちゃちっちゃい虫がむっちゃつくんやけど。耳にずっと声が聞こえる。あれの。すごいな。夜来るの初めてだから新鮮だ。古い川。すっごいな、もう崩落していってる。古い自転車も健在、まだ残ってるよ。ほら、ね、ゼロの田舎にあったやつと一緒だ。超古いレトロな自転車。この子でも自転車乗れねえよな。倉庫にしとったんかね。だいぶ前でここ水流れてたような気がする。気のせいかもしれんけど、もう水なくなっても虫がいそう。虫、え、コウモリちゃん、
今日来て正解だったかもね。にしても静かだ。なになに、東ちゃんでした、うん、もうちょっと待って、ほんま虫、唯一ここだけは毎年来れるな。しかも合法的に。ただライブができないよね。それだけ残念なの。体力散ってる。あ、麻雀牌だ。これ上がってきたんです。静けさがなんか怖いね。いいね。ドキドキするね。まあ、今年も来ましたんでね、毎年恒例の。こっからまた戻っていくんで、ちょっとねあっちでお会いしましょう。はい、戻ってまいりました。向こうからですね。なんかあるな。行って。え、こっちからも行けるの？もしかして。違うな、上の方ぐるっと行くだけだな、これ。
迷子になるぞ。あんまりくすぎると。それではね、何も変わらない、ちょっと変わってたけど、朽ちてたけど場所でした。それではデルでした。あれ、夕日どこ、ここ。それではデルでした。またね。それではまたね。